F. 花の鼻は呼吸器の入り口にあり空気清浄機の役割を果たしている重要な臓器です東洋医学的病理観では鼻は肺臓と深い関係があると考えられていますこのため鼻の運動は肺臓や東洋医学的に肺臓と関係の深い大腸や皮膚にもいい影響を与えます 一両手の人差し指ないし中指の腹を鼻の両側に当て上下に動かして鼻の両脇を30回くらいマッサージします次に中指で鼻の下の上唇の上を横に10回くらいマッサージします2洗面器にきれいな水を張り鼻の穴を水につけて少し水を吸い込みまた鼻の穴から水を吹き出して 鼻の穴の穴中を洗います。また右手で少し水を汲み右の鼻の穴からその水を吸い込み顔を上に向けてさらに奥に吸い込み鼻の奥より口の中に通して水を口から吐き出して鼻の内を洗浄します左側の鼻も同様に洗浄します水は冷水がいいのですが痛くてで機内時は温水を使用します これは、畜農症、福美公園に有効な凝法です。三尾翼の下外側にある、壺の向かい香る大腸系を10回くらい施圧します。通常圧迫すると、軽い痛みを感じます。G 耳の凝法耳には全身の臓器のツボが集まっていると言われており、耳への刺激は全身への良い,い刺激となります。 耳の凝法の前に耳かきで耳の穴をよく掃除し耳垢を除去しておくことも必要です東洋医学的病理観では耳は腎臓と深い関係があるとされています耳の運動は腎臓や東洋医学的に腎臓と関係の深い膀胱や骨や髪の毛にもいい影響を与えます1正座してゆっくり息を吐き次に ゆっくり息を吸い込み、十分に吸い込め、たら、そのまま息を止めて、右手の指で両方の鼻の穴を閉じ、左手の指でもか、目を閉じたまま、眼球を左右に強く動かします。眼球が痛くなる位強く動かし、息苦しくなったら息を吐いて休止します。これを十呼吸休を行います。この行法は耳鳴りに効果があります。 人差し指と中指の間に耳たぶを挟み上下にこすって耳の周囲をマッサージします次に耳全体を十分にマッサージします3両手のひらを開いて内側に向けて両耳の後ろに置き耳の後ろから前へ勢いよく両手を前に動かし耳全体をこすります4両方の人差し指を耳の穴に入れ 痛くない程度に2から3秒圧迫した後、勢いよく同時に抜きますポンと軽い音がするような感じで3から4回行います5中指の上に人差し指を乗せまず中指を耳の後ろ骨に当て人差し指を中指の上へ滑らせる様な感じで耳の後ろや下の骨を叩きますポンポンと音がこのように。 頭の中にに響く様にします。これを点みと言い耳の血液循環を良くします。左図 H 口歯下の行方消化管の入り口である口や歯は食物の消化に非常に重要な役割を果たしていることは食事療法で述べたとおりです。そのために口や歯の手入れを日常的に行うことも必要です。 東洋医学的病理観では口は糸深い関係があると考えられていますこのために口や歯の健康は胃や東洋医学的に糸関係の深い脾臓やちぶさや全身の肌肉皮下組織にもいい影響を与えます口の周囲にある唾液腺より分泌される唾液は東洋医学的には新液液と呼ばれ体を防衛する 非常に重要な体液とされています。唾液は虫歯や歯周病を防ぎ消化を助ける作用があることは西洋医学的にも証明されています。また歯の土台となる歯茎は歯周病に侵されやすく歯周病は虫歯とともに歯を失う大きな原因となります。このために歯だけではなく歯茎への配慮も大切です。舌は、 東洋医学的病理観では心臓と深い関係があると考えられています。このために舌を活発に動かすことは心臓や東洋医学的に心臓と関係の深い小腸や全身の血管体毛に良い,い影響を与えます。一歯ブラシで歯を磨くことは歯と歯茎の健康のためには重要なことです。歯だけで歯なく 歯茎もしっかりマッサージするように磨きます。食後に必ず行うように、習慣つけます。についたちに、1回は人差し指を口の中に入れ、自然塩をつけて、指の腹で歯茎全体をマッサージします。3手の親指を除く4本の指を熊手のように軽く曲げ、口の周りを軽く叩きます。叩くところは歯茎を 唇の上から叩くようにします。上も下もまんべんなく10回くらい行います。これを孤歯と言います。4條化の歯をカチカチと軽い音のする程度に噛み合わせます。ご口の中に空気を含み、頬を膨らませます。この動作を10回くらい行い、唾液が溜まってきたら飲み込みます。6食後に舌先で、 歯や歯茎をままんんべんなくなめ回します。口を開け舌をできるだけ突き出していろいろな方向へ動かします七親指を頬の皮膚側につけ人差し指は口の中に入れて両方の指で頬をつまむようにして口臭を外側内側髪型、下方に引っ張り口臭をマッサージしますまた親指と人差し指を 唇の両脇につけて、唇を引っ張って開いたり閉じたりします。8両手で、耳の下、耳下腺、顎の付け根、顎下腺、顎の下、下下線をゆっくり5から6回圧迫します。口の中に唾液が溜まってきたら飲み込みます。